マスオ TV です。はい、皆さん今日はですねマスオの簡単レシピということで、じゃーん、料理していきたいと思います。で、今日作るのはですね定番ナスとベーコンのトマトパスタということでですね、僕今までパスタもうたくさん作ってきました。 YouTube でマスオパスタってね検索したらめっちゃいっぱい出てくるんですけど、あのナスとベーコンのトマトサラダは作ったことなかったんで、トマトパスタは作ったことがなかったんで、はい、今回はこちらを作ってみたいと思います。あの非常に簡単ですので、ぜひ皆さんもねあの作ってみてください。ということで材料はこちら。では実際に作っていきたいと思います。では実際に作っていくんですけど、まずもうパスタ茹でちゃいましょうか。茹で時間12分ってことで、うん、先やっちゃおう。あのパスタは作る人数分にしてあげてください。で、塩を結構入れたこのお鍋に入れるんですけど、まあ塩を入れてるからブクブク若干少なくなってますけどね。イエイ。では茹でてる間にそのトマトの部分作っていきたいと思います。で、まずオリーブオイルを入れまして、まあ大さじ3杯入れまして、ニンニクのみじん切りを入れていきたいと思います。ドーン。まあパスタとか料理するときいつも通りなんですけど、このオリーブオイルにニンニクの香りとかをなじませるような、まあそういう感じです。で、こんな風にまあ香りをなじませていきます。こんな風にニンニクがなんかいい感じになってきました。で、これ焦げないように注意してあげてください。結構焦げるんで。はい、次、ナスを入れていきます。これナス2本入れちゃいました。昔はナス嫌いだったんですけど、大人になってね、ナス好きになったんですよね。ナス嫌いな人結構いると思うんですけど、今好きなんですよ。で、ナスは結構オリーブオイルとか吸うんで、もし足りなかったら適宜足してみてください。で、こんな風にまあナスがだいぶいい感じに焼けてきたなっていうタイミングでベーコン入れていきます。で、これで一緒になじませましょう。結構モリモリパスタだな、これは。よし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 、一回これを外に出しちゃいます。はい、で、このフライパンのこの状態のところに玉ねぎみじん切りを入れて、これを透明になるまで焼いていきます。ちょっとオリーブオイルが若干足りなそう。少しだけ足しちゃいましょうか。やべ、やばい、パスタできてないのに12分経っちゃった。やばい、パスタ茹で上がっちゃった。皆さん、これは僕の失敗です。いやー、先にこっち作ってからの方が良さそうですね、皆さんね。綺麗ですね。ということで、だいぶいい感じに玉ねぎを炒めたので、ここにトマトのホール缶を入れていきます。いけー、出すん。で、これをトマトをちょっと崩しながら炒めていきましょう。で、こんな風にふつふつと煮ていきます。で、ここで味を整えるためにコンソメ、あと塩、あとは蜂蜜などを入れて、まあ味を整えていきます。はい、コンソメドボーン。はい、塩もザザザザザッと、なんとなく。で、蜂蜜はシュガーカットを代用して入れます。こんぐらいでいいかな。あの砂糖でも OK ですね。で、これでもう少し水分飛ばしていきましょう。うん、あ、いい感じいい感じ。香りでね、香りと味見もしてもいいと思いますし。で、こんな風にいい形になってきたら、さっきのナスとベーコンを戻します。で、これでなじませましょう。あーら、もうこれ完全にパスタや。まあ大丈夫かな。はい、入れまーす。ドドーン。なじませて、なじませて。はい、ということで、パスタにトマトソースがしっかりなじんだら、これにて完成でーす。ということで、ナスとベーコンのトマトパスタ完成しましたー。めっちゃ美味しそうにできました。果たしてお味の方はいかがでしょうか。すごい美味しそう。なんかナスって夏っぽくていいよね。いただきます。結構大きい口になりそう。うん、めっちゃうまい。結構シュガーカット、まあ砂糖のようなものを入れたんで、甘めな味付けに
若干なってはいるんですけど、やっぱコンソメあるから下味がしっかりあって美味しいっすね。でニンニクが効いてるからマジでこう食欲がこう増す味になってる。うまい。あの麺の具合もまあ少し伸びちゃってはいるんですけど、まあ美味しく全然食べられる範囲で、でもし辛いのが好きっていう方は鷹の爪入れてもいいと思いますし、タバスコを後でかけてもいいと思いますし、あとチーズとかかけてもね、あのもっと美味しくね好みで食べられると思います。うまい。はい、ということでね、完食しました。めちゃくちゃ美味しくねトマトパスタが作れましたので、あの本当にね簡単ですので、ぜひ皆さんもね作ってみてはいかがでしょうか。とっても夏っぽくて美味しい料理でした。あの僕いろんなパスタとかいろんな料理ね今までも作ってきてますんで、ぜひ気になるっていう方はですね、再生リストにねあの簡単レシピっていう感じでいろんな料理作った動画ありますので、そちらもぜひ皆さんチェックしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。